はい、どうも皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトクマです。東京プロクラシックフィジーク大会結果ということで、昨日ですね、メンズフィジークの大会結果はすでに上げさせていただきました。まだ見られていない方いましたら、ぜひとも、ご覧いただきたいなというふうに思うんですが、今回はクラシックフィジーク、結果ということなので、まあ、トップ6ぐらいからのね、ご紹介、させていただければと思います。ただ他にもね、多くの日本の選手、プロデビューの選手とかもいらっしゃいますので、それはまた別でね、動画にできればと思うんですけれども、まあ、今回のね、このクラシックフィジーク、まあ、メンズフィジークがやっぱり日本はね有名なので、一番盛り上がりをね見せていたんじゃないかとは思いますが、そんな中でもクラシックで皆様一番楽しみだったのは、おそらく湯浅さんだったんではないでしょうか。キング湯浅幸弘さんですね。今回メンズフィジークからクラシックフィジークに転向されてのプロデビュー戦に、まあ、なるわけですけれども、もともとね足がぶっとくてさ、ただサーフパンツ履いてて、まあ、サーフパンツ履いててもわかる太さがあったわけなんだけれども、その下には一体何が眠っているのか、それが今回ねわかる、そんな大会になっていたんじゃないかなというふうに思います。ということで早速トップ6からのご紹介です。第6位が、まあ、そのね、湯浅さんなわけですよ。だから、ま、湯浅さんの話を今、最初にしたんだけどさ。まあ、湯浅さん6位。で、先に言ってしまえば、日本の選手、今回もですね、トップ5入りは叶いませんでした。なので、まあ、昨年同様ですね、日本人選手敗れると、やっぱり海外選手ね、強いなっていう印象はあったんですが、ただ、湯浅さんね、クラシックデビュー戦で、またもファーストコール、まあ、日本人最高順位を取られました。これがやっぱりね、まあ、すごい。まあ、順位だけで言えば6位ではあるんですけれども、まあ、メンズフィジークでね、まあ、その話しなかったんだけど、佐藤翔吾さんなんかもさ、毎回しっかりファーストコールに呼ばれて、表彰台上がったりするんですよ。で、湯浅さん、まあ、だから2019年のジャパンプロとかも確かさ、ジンさんとかが出た時、もう湯浅さんが、日本人唯一じゃなかったっけ、ファーストコール呼ばれて6位だったと思うんだよね、その時も。ちょっと、順位ごめんなさい、間違ってたら申し訳ないんですけれども、で、今回も湯浅さん6位入られまして、で、足がね、やっぱりすんごいんだよね。まあ、一番湧いてたんじゃないかなっていうところもあるんですけど、足がほんと太いし、カットが深いんだよね。ほんと海外の韓国とかのね、今回選手がほんと足も丸っこくても、この内側も外側も本当に隙間ないぐらいパンパンだったり、あとはなんでそんなにカット深いんですかっていうぐらい深かったの。ただそれにほんと対抗した唯一の日本人って言っても過言じゃないぐらい、湯浅さん太さもカットもね完璧だった。すごかったのよ本当に。はい、もう皆さんいかがでしたか、湯浅さんのクラシックデビュー戦。まあ、こっからねまたこう体を作り変えられていったりとかして、まあ、クラシック選手としてね活躍されていくんじゃないかなって思うんですが、まあ、いずれはねボディービルとかでも結構いいんじゃないかなって個人的には思ったりも、まあ、したんですけれども、フロントラットスプレッドとかね、よくフェイバリットクラシックポーズとかでもやられていて、まあ、めちゃくちゃかっこよかったのよ。はい、ただまあ今回その6位というところで、まあ、トップ5、まあ、5位以上の選手と比較した時には、まずちょっとカラー、ここもまたねカラーリングの話なんですけど、若干色が薄く見えてしまったのかな。まあ、そのオイルとかもね、若干そのテカリとかも抑えめだったのかなっていうところで、周りの選手の方がなんかよりね質感がパリッとして見えたりとか、そのオイルの関係なのか、より深いねカットが見えていたり、あとは、まあ、今回5位の選手がねリールスワンっていうね、この真っ黒なね選手なんですよ。色はね一番黒かったと思う。ただ逆にねちょっと黒すぎたんじゃないかなっていうぐらい黒かったんですけど、まあ、湯浅さんとこのリールスワンは1点差でした。マジで悩まれていた。まあ、その理由としては、まあ、おそらく湯浅さんの方が筋肉のカットとか、まあ、コンディションというところで上回っていたのかなっていうの、リールスワンがちょっと水っぽくね、見えたんですよ。ただその湯浅さんがフロントダブルバイを取られている時に、足と上半身を見比べて、上半身がね、ちょっと薄く見えたというか、足が今度また強すぎるぐらい目立ったのかなっていう印象はあったんですね。ウエストもむちゃくちゃ細いタイプではないので、ウエストに対しての広背筋の広がりが少し狭く見えたり、まあ背中そのものの厚みであったり、あとはまあ腕の太さであったり、胸のボリュームであったり、この見た目、このフロントポーズのメリハリはリールスワンの方がすごい際立ってついてたんですよね。ここでだから、まあ、ジャッジは悩んだのかなっていう気は、まあ、するんですけど、ただ湯浅さんの、まあ、ハトクマのね、まあ、印象、皆様の印象またね違うかもしれませんが、メンズフィジーク時代フロントポーズと比較した時にバックポーズがちょっと弱点に見える、そんな、タイプの選手なのかなっていう印象があったんですけど、バックダブルバイね、皆さんどうでした？ハトクマはね結構良かったんじゃないかなって
思うんですよ。なのでバックポーズに関しては、まあ、そのトップ4とかと比較するとケツのストリエーションとかハムのカットの出方が少し薄いかなっていう気はしたんですけれども、なんかそのメンズフィジーク自体よりも背中はねボコボコしてるように見えたんだよね。だからまあ本当に今後、まあ、今回プロデビュー戦というところであったんですけれども、こっから先っていうところが本当に楽しみ、そんなね印象でございました。でまあ5位のリールースマンに関しては先ほどもね言った通り、やっぱり全体のメリハリ、特にまあ上半身のメリハリですね、これが岩佐さんとかと比較した時により、ついている、まあ、美しい、そんな印象があったのかなっていうふうに思うんですが、ただこの選手もまたトップ4と比較した時とかにはちょっとコンディション的にこう水っぽい甘く見えてしまったのかなっていうね。あとまあだからそれがまた黒すぎてそれがどうまあ、作用するのかは分かんないんですが、それもねもしかしたらあるんじゃないのかなっていうぐらいむちゃくちゃ真っ黒だったんだよね。はい、そんなね、ところでございます。はい、ということでここからがねトップ4に、なるんですけれども、第4位だったのがキム・ヒュンジンという方になります。で、この選手が今度そのねカラーリングとコンディションとオイル、これがねバチコシねハマってたんだよね。足のカットなんかが本当に深いのよ。マジで深いの。どこまで深く行くんだいっていうぐらい、ほんとマントルまで行くんじゃないかっていうぐらい深かったんですよね。これはもうズバ抜けで目立ってたの。ピッタピタに筋肉も張り付いているような見た目で、今回の東京プロの背景とかライティングに一番マッチしたね感じ。だからメンズフィジークでいう田口純平さんみたいな、そんな印象のある選手でした。ただその上位3名と比較した時には、足のカットはすごいんですけど、ちょっと長方形に見えるというか、ちょっと細く見えてしまったり、あとはサイドチェストとかね、横を向いている時に少し薄く見えてしまったのかなっていう、そんなところでしょうか。ただ、バックダブルバイを取っている時の背中のメリハリは、一番綺麗だったって言っても過言ではないぐらいすごい美しかったんですよ。なので、まあ、このままもう少し全体的に大きくなると、まあ、かなりね手強い選手になるんじゃないかなっていう風に、まあ、マジで綺麗なね選手でした。はい、で第3位がムラットカン・カラハサンハルっていうね選手になるんですけれども、この方はちょっとだから今回またねそのメンズフィジークの時にもなんかちょこっと言ったんですけど、ラインナップのされ方っていうのが若干ちょっと分かんなかったんですよ。ハトクマはこの選手基本ずっとセンターにねいたんだよ。で準優勝だったのがパクソンフンっていうね選手なんですけど、この人もずっとセンターにいた。この2人が争ってたんですよ。一回このムラットとキム選手が入れ替わったんですけど、だこの2人が1位2位なのかなっていうところで3位だったので、あなるほどみたいな。ただそのスコアカードを見ると満場一致だから、おー難しいなーみたいな。だからもしかしたらこの選手自身も自分がずっと基本センターにいたのになんで3位なんだろうって思ったかもしれないんですけど、はい、ただまあデカさってところでは間違いなく全選手の中で一番あったと思います。胸にしろ肩にしろ背中にしろ足にしろケツにしろ、マジどこもでかいの。めちゃくちゃでかい。ただバキュームしっかりしてメリハリもあってボンキューボンではあるので、めちゃくちゃ強いなっていうね、もうでっかいの本当とにかく、そんな印象はありました。ただその準優勝の選手とか、あとはまあ4位のキムヒュンジンと比較してもなんですけど、少しウエストの太さっていうのが目立ってしまったのかなっていうね、そんな印象はありました。はい、なのでまあその全体的にボンキューボンではあるんだけど、ちょっとボンボンボンでもある。だからボディービルっぽい印象も与えてしまったのかなっていう気はするんですよね。そういう意味では今回サイズ的にちょっとムラットとキムヒュンジンのサイズ差が結構あったので、それで4位だったのかもしれないんですけど、まあこの美しさっていうところでは4位のねキムヒュンジンの方が上だったかもしれないし、それこそパクソンフンっていうね選手に関しては下半身のサイズとかでもこのムラットに全く引けを取っていなかったりはしたので、そういった全体のメリハリだったりこうアウトラインの美しさ、こういったところで競り勝ったのかなっていうね、そんな印象はありました。はい、あとはまあその質感的なところで、ちょっとこれはもしかしたらカラーリングが汗とかでね落ちてしまってなんかそう見えるとか、そういうのもあるのかもしれないんですが、この2位の選手とか、まあ、4位の選手が全体的にこうなんかピタピタパリパリパリって仕上がっているのに対して、ちょっとこうザラザラした質感に見えたりもして、まあ、それがどれだけねまたこうジャッジから見て、こう順位にね、影響するのが全く分かんない、全く影響しないかもしれないんですけど、まあ、そんなところもあって全体的にこうより美しい、もう彫刻みたいな、そんな印象があったのは、まあ、2位のパクソンフンなのかなっていうね、そんな感じでしょうか。で2位のパクソンフンもまたねこの下半身がすごい目立ったのよ。もうこの内からも外からもこう外に大きく張り出ながら丸みのある手羽先みたいなねほんと足をしていて、でまあカットもすごい深いでしょ。韓国の選手は本当に足もね太さもそうなんだけど、カットの出し方がねマジですごい、なんか次元が違うのよ本当に。なえって、だからそれこそまあウェスリー・ビサースとかがさ足のカットすごいじゃないですか。だから本当そんな感じ、もうマジでねもう
引いた、ちょっと引くぐらい違うの、全然周りの選手とね。はい、まあそんなね選手で、まあその中で上半身に関しても、まあ肩だったり胸、特にまあ胸と腹筋がねすごい強かった印象があるんで、下乳なんかも垂れてボリュームがすごいんですよ。背中のメリハリなんかは3位のキムヒュンジンとかのがあったかな、厚みに関してもムラッとのがあったかな、そんな印象はあるんですけど、まあケツなんかもすごいね、バクッ、もうすんごいメリハリがすごい、ケツともうハムのメリハリすごいの、まあ、そういったところもだから下半身のね完成度がとにかく高かったんですよね。ズバ抜けて高かったんですよ。まあそこと、あとはまあフロントポーズの胸腹筋、ここで持っていったのかなっていうね、そんな感じでした。で優勝したのがユン・ソミンとねいう選手になります。でこれまたねピックのされ方の話をまたしちゃうんですけど、この方基本センターに今度来なかったんですよね。今日恥だったんですよ。なのでハトクマは正直呼ばれた時に、あ、この人が優勝なんだ、なるほど、なんか難しい並べ方だったな今回みたいな、そんな印象は持ったんですよ。ペーパービューとか現地で見ていた方ぜひね、ちょっと感想を教えてほしいんですけど、ただその並べ方的にだからまあ、今回優勝じゃないのかなとかって思って見てはいたんですけど、体だけを見たらすごいインパクトのある選手ではあったんだよね。てかフリーポーズの時からもうすごい印象のつけ方だったのかもしれないんですけど、曲がなかったんですよこの選手だけ。唯一無音の中でフリーポーズしたんだよね。ちょっと最後にちょっとなんかうまくさ撮れてないんですけど、ちょっと載せさせてもらいます。そのフリーポーズだけね載せとくんで、最後ぜひね見てほしいんですけど、マジで無音でポージングするんだけど、体がすごい、ほんとクリス・バムステッドを彷彿とさせるような、特に上半身、このフロント側の上半身の完成度がすごかった。メリハリもすごかったし、で、まあ、下半身はちょっと周りの選手とか、まあ、自身の上半身と比較した時にちょっと細身ではあるのかなと思いつつも、ただまあ大体賞金のカットは深い、まあ、これはキムヒュンジン4位の選手と同じなんですけど、ただこの4位の選手と違うのはケツね、ケツのストリエーションが半端じゃないのよ。でハムもね、もちろんだからコンディションが極まりまくってたんですけど、カットもすごいでしょ。だからもう下半身の完成度はこの太さっていう意味での完成度っていう2位の選手とまた違うね完成度の高さなんですけど、とにかくすごかったのよ。カラーリングとかオイルもちょっと控えめだったので、背中とかもこうパキパキとは見えなかったんですけど、ただこの腰回りとか広背筋下部の厚みはすごい目立ってたし、まあ、すごい選手ではあったんですよね。なので、まあ、出てきた時に無音だから周りの観客のさどよめきとかもすごい聞こえるの。だから本当、え、やば、何あれみたいな、本当それがね海外の選手の中で一番あった選手なんですよね。サイズがすごい一番あるわけではないんですよ。それで言ったら3位のムラットが一番でかいと思うし、下半身に関しても2位の選手の方が太いんですよ。ただなんかトータルバランスでの美しさとメリハリ、だからメリハリとかコンディションから来る美しさっていうところがダントツで高かった。で4位の選手と比較した時にサイズ負けは別にそこまでしてるわけでは、言ってもないので、まあトータルバランスっていうとトータルパッケージっていうところで優勝をつかみ取られたのかなっていうね気はしました。ただ並べ方だけちょっとよく分かんなくて、基本センターにいるじゃん、クリス・バムステッドが端に行くことってないじゃないですか。だからまあ FWGN の大会とかでたまにね結構もうこの人圧倒的に優勝だから、もうその比較してもしょうがないから端に置いて、その他の選手をもう比較横に並べてしたいからっていう並べ方はしてるんで、まあ今回もおそらくそういう意図なのかなとは思うんですけど、はい、まあちょっとねびっくりする結果ではあったんですが、まあすごい体のね選手ではございました。はい、ということで、まあ今回は東京プロクラシックフィジークの大会結果についてご紹介させていただきました。なんかバーッと喋っちゃってメンズフィジーク以上にねまとまりのない動画になっちゃってたら、内容になっちゃってたら本当申し訳ないんですけれども、ぜひね、皆様も、ペーパービューで見たとか現地観戦したとか、この動画見たとか SNS で見たとか、そういうので、今回のトップ6ですね、特に、そこのなんか感想等ございましたらコメント欄にねどしどしと、書いていただければと思います。はい、ということで今日の動画はこれで終わりです。ご視聴いただきありがとうございました。ハトクマチャンネルのご登録もぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、バイチャ。最後にね、チャンピオンのフリーポーズ一応載せるので、それもぜひご覧ください。イオースミフロークリア。Woo-hoo!
Thank you.